ようございます。今日は久しぶりに ギターを弾きたいと思います。いや実はね、最近ね、毎日練習してるんですよ。私こうかコードをね、ひたすら練習しろってお兄ちゃんに言われて、でコードをさ練習しよったらさ全然面白くなかったからさ、それでなんかちょっともういいわーってなっとったんやけど、また今度ってなっとったんやけど、私は、ね、曲を演奏することにしたんですよ。あのね、で最初選んだのがあの椎名林檎さんの有り余る富を選んだんですよ。したらなんかね、こうなんかね、弦をね全部ジャーンって弾くのがなんか少なくって、3弦弾くとか、3個の弦だけ弾くとか、そんなんやっていちいちこうやって私はここ指を、こっちのコードを押さえる指を見て、あのピックの方の指を見てってしよって、めっちゃ2テンポぐらい遅れよって、全然もうなんか弾けんかったんですよね。もういけんわこれと思って、で次選んだのがスピッツの雪風っていう歌を選んだんですよ。これがね、いい歌なんですよ。もう私は頑張りますよこれで。 3個のコードを最初の弾けるようになったんですよ。でもなんかイントロがめっちゃかっこいいんですけど、まあ、そこはちょっと飛ばして歌詞が入るところから歌おうと思って、どんなんかっつったら、まばゆいしろい世界は続いてたっていう最初のねとこなんですけど、これはね、こう私はもうできるようになったんですよ。 DDDGA って弾くんですけど、これが D。 一応ちゃんと全部音おかしくないでなるようになってると思います。で「まあまゆい」って始まるんですよね。次が G です。白い世界は続いてたぐらいなんですよね。で次が A コードで、 A がこうで、続いてたなんですよ。でこれを続けてやると、最初のね、その D コードがこの3弦しか弾けないんですよね。その時私はこのピックの手を見らんといけんけ、ここがね嫌い。私は全部ジャンって弾きたい、でも全部ジャンって弾くと違う音が出るけダメ。あ、そう、この雪風は 3カポって書いてあって、3フレットのところにカポをはめました。この反対もしかしてなんかあ、指を見せよう。これが D コード多分ね、多分合っとる。本当はここで親指で押さえるとかそんなんないけど、うまいことできんけ、うん、やってないです。で G コードがこれで、 A コードがこれ。じゃあちょっと最後に一回弾きましょう。この最初の何、1小節って言うんやったっけ。これだけできるようになったんで、これが完璧になったら次のとこ行きたいと思います。はい、まばゆいしろい世界は続いてた。はい、もうちょっと上手になるように練習します。じゃあ今日はこんな感じです。木下ゆかのギター講座ギター練習でした。バイバーイ。